皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。発売までわずかとなった新女神転生5、そんな新女神転生5の海外メディアのレビューが波紋を呼んでいるそうです。ということで今回のゲームニュースは、ペルソナ5と新女神転生5を比べた海外レビューが反発集める、誤算と新規層向けの狭間で揺れ、ネタバレ事案も発生。記事はオートマトンより引用しています。発売を間近に控える国産 RPG 最新作について、海外メディアのレビューが波紋を呼んでいるようだ。11月11日、アトラスよりリリースされる新女神転生5、ナンバリング作品としては2016年に発売された新女神転生4ファイナル以来5年ぶりとなる新作である。主人公はある日トンネルの崩落事故に巻き込まれ、砂漠と化した東京にて目を覚ます。その場所はダートと呼ばれ、神話世界に存在する神や悪魔たちがお互いの存続をかけて争いを繰り広げていた。そして主人公は突如目の前に現れた謎の男によって近畿の存在ナホビノへと変貌。彼はナホビノの力を使い、神と悪魔たちの戦いに身を投じることとなる。本作については11月5日よりメディアによるレビューが解禁されている。発売日に先行して新女神転生5をプレイする機会を得たメディアがその作品内容を批評する記事を一斉に公開しているのだ。主に海外で歴々たるメディアのレビューが公開される中、ある大手による記事が議論を呼んでいる。海外ゲームメディア IGN による新女神転生5のレビューが一部ユーザーから反感を買っているのだ。その原因は記事にペルソナ5が登場したためだとされている。具体的にどのようなレビューだったのか、そしてユーザーによる批判は妥当なものなのか、順を追って見てみよう。新部位はハートのないペルソナ。まず海外 IGN が新女神転生5に下したスコアは10点満点中8点。決して低い評価が下されたわけではない。実際レビュアーは本作の数々の要素について賛辞を送っている。例えばレビュアーは悪魔合体やうつせみなどを用いたパーティのカスタマイズ性を高く評価、試行錯誤を通して徐々に合体システムに習熟していく楽しさを伝えている。また難易度の高い戦闘などについても好印象。かなりの長さがあるプレイ時間を通じても退屈したり燃え尽きたりすることがなかったとしている。とはいえ手放しで褒めているわけでもない。例えばレベル上げなどに伴う繰り返しのバトルのマンネリ化対策やダンジョンにおけるギミックのバリエーションについてはもう一斉といった評価。またストーリーやキャラクターの掘り下げについても物足りないとしている。全体の評価としては完璧ではないにしても十分に楽しめるハイクオリティな作品として8点という評価を下したのだろう。海外 IGN のレビューは一部要素については辛口な意見も伝えつつ目立って偏った評価をつけているとは言えない。では何が一部ユーザーの反感を買ったのか。それはレビューにおける表現の問題だ。該当記事を告知する海外 IGN の公式ツイートには新女神転生5の素晴らしい JRPG 的な戦闘や奥深くやりがいのあるカスタマイズ要素が光り輝いている、たとえそれが時折ハートのないペルソナのように感じられたとしてもとある。つまり新女神転生5の要素を褒めつつペルソナシリーズと比較すると革新に近い部分で欠けた点があるという言いぶりである。実際レビュー本文の冒頭には新女神転生5は弟分のペルソナ5よりもエッジーでとっつきにくく感じられるといった記述が存在。そしてレビューはペルソナの様式におけるハートというべきものが数多く欠けてはいるものの
新女神転生5は他の多くの点で成功していると続く。以降本文中ではたびたびペルソナ5およびペルソナシリーズと新女神転生5を比較する文面が登場する。例えば新女神転生5において同じエリアで何度も同じ敵と戦闘する際のマンネリ化に言及するくだり、ここでレビュアーはペルソナ5ザロイヤルにおけるショータイムや強魔といった要素を思い起こさせる。アトラスが過去マンネリ化にうまく対処していた一例であると表現している。また本作における音楽に言及する際もムーディな音楽は非常に素晴らしい。ペルソナの象徴的なボーカル曲ほど感情的で記憶に残るものではないとはいえとコメント。以下の項目のみややゲームのストーリーに言及しているので注意。そして最大の比較点としてストーリーとキャラクター性の不足点に言及。ストーリー全体の構造については高く評価しつつ主人公のパーソナリティについての掘り下げが足りないと指摘。また仲間キャラクターについても描写が不足しており感情移入しにくいとしている。これらの欠点を総括してハートのないペルソナ、つまり人間味やドラマを欠いているように感じられるとレビュアーは表現しているのだ。新女神転生5における短所の多くをペルソナシリーズと比較する視座から論じているのである。このレビューに対しては多くのユーザーから反発が寄せられた。海外 IGN の公式ツイッターにはユーザーから怒りのコメントが殺到。新女神転生5をレビューするくらいならペルソナ5を遊んでいればいい、全く異なる JRPG を別の JRPG と比較しているなど、新女神転生5とペルソナシリーズを同軸で比較するレビューに対する反感が集まっている。中にはペルソナ5の方が人気があるのはわかると一定の理解を示しつつ、だからって新女神転生5と比べなくてもいいのではないかと疑問を呈するユーザーも見られた。新類ペルソナ比較レビューは的外れなのか。ペルソナ5との比較という切り口で新女神転生5を批評し多くの反発を買った海外 IGN のレビュー。では同記事は本当に不公平な内容だったのだろうか。この問題について別のメディアが見解を示している。海外メディアコタクはファンの動向についてスピンオフであるペルソナシリーズと比較する形で本家新女神転生最新作が批評されていることに不満を抱いているようだと分析。その上でコタクは単純にペルソナシリーズは知名度の点から比較対象として使いやすいだけであり、比べたからといって新女神転生に対する酷評にはならないと指摘。またユーザーから飛んだ新女神転生シリーズへの知見がない評者がレビューを書くべきではないとの批判にも反論しており、 JRPG 新規参入者もシリーズ子さんファンと同様にレビューを読む資格があるはずだとしている。アトラスの発表によるとペルソナシリーズの売り上げとしてはペルソナ5の売り上げが320万本、2019年12月時点、ペルソナ5に追加要素を収録したペルソナ5ザロイヤルが180万本、2021年6月時点、ペルソナ5の後日談、ペルソナ5スクランブル、ザ・ファントム・ストライカーズが130万本、2021年4月時点。シリーズ全体としても1500万本のセールスが報告されていた。一方新女神転生シリーズの売り上げについての情報は限られている。2015年の発表によれば新女神転生4は全世界で60万本の売れ行きだったという。ゲームの優劣ではなく単純に海外ではペルソナよりも新女神転生の認知度が低いという事実はありそうだ。コタクが指摘している通り、そもそも英語圏においてはペルソナ5から JRPG ジャンルに触れたというユーザーも少なくない。そうした広い層に向けて新規の JRPG を紹介する際
ペルソナ5と比較しながら論じるというアプローチは合理的と言える。ペルソナファンが新女神転生5に初めて触れる際、どのような共通点を期待し、どのような相違点を念頭に置いておくべきか知っておくのにはある程度価値があると言えるかもしれない。海外 IGN のレビューを担当したリーナ・ハハール氏は顧客にコメントを寄せている。いわく同氏はペルソナシリーズは数多くプレイした経験があったものの、新女神転生については初めてであった模様。したがって自身の視点は同様のプレイ経歴を持つ人と似たものになるだろうとコメント。一方、新女神転生シリーズのファンでペルソナが好きではないというユーザーにとっては思考が違うため、海外 IGN のレビューは有用足りえないだろうとしている。あくまで古参新女神転生ファンに向けてではなく、ペルソナシリーズから JRPG に親しむようになった新規層に向けたレビューを執筆したために、今回のような結果になったと言えそうだ。なお、現時点での新女神転生5海外メディア評価は高いと言える。レビュー集積サイトメタクリティクにおけるメタスコアは87点と堅実な評価を獲得。海外メディアゲームスポットはストーリーになかなか進捗が見られないスローペースさを上げつつも、難易度が高く戦略性が高い戦闘を評価した。また同じく海外メディアのシリコナラは、ペルソナ3がペルソナシリーズ人気のきっかけとなったように、新女神転生5も本家新女神転生シリーズを盛り上げるだろうと太鼓判をしている。そして海外 IGN のレビューも本作に高評価を下したメディアの一つだ。今回の騒動はある意味では新女神転生5の注目度を高める一つの出来事となったかもしれない。拭いきれない懸念もあり、ただし海外 IGN の記事にはもう一点問題点が指摘されている。それはネタバレについてだ。実は海外 IGN の新女神転生5レビューでは、本編についてかなり終盤の要素にまで言及している。具体的にはダンジョン数、最終ダンジョンのギミック、エンディング数などが明確に記載されているのだ。ストーリーの核心には触れていないものの、周辺のシステム面については明かされているわけである。なお、他の海外メディアレビューのネタバレ具合はある程度常識の範囲内に収まっているとのこと。こちらの比較については、アトラス作品に明るい国内ユーザースルメ以下マン氏の記事が詳しい。アトラスがメディア向けのレギュレーションとしてどこまでの情報を公開可能として規定したかは明らかになっていない。とはいえ、人によってはゲーム全体のボリューム感や最終ダンジョン、エンディングにまつわる情報を発売前に知ることは避けたいこともあるだろう。記事内にネタバレに対する警告文がない点も引っかかる。こうしたネタバレ配慮の不足も海外 IGN レビューの評価を下げる一因となっているようだ。ネタバレを避けたいユーザーは極力メディアの閲覧に注意が必要だろう。数々のメディアがレビューを寄せた新女神転生5、その評価が妥当であるかは実際にプレイすることで明らかになるだろう。新女神転生5は11月11日任天堂スイッチ向けに発売予定。価格は通常版がパッケージ版 DL 版とも税込み9878円で、初回限定版が16280円だ。以上が記事の内容でした。いよいよ発売間近ですね。ネット上にはネタバレも多いようなので気をつけましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。